こんにちは。今回は平面図形に関する問題です。はじめに問題の内容を確認しておきますね。図の四角形 ABCD。これは長方形です。FG の長さ。ここですね。この長さを求めてください。こういう問題になっています。それでは今から問題を流します。問題を解くしたらその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきますね。三角形 AED、三角形 AGD、どちらもここは90度、90度で直角三角形ですね。っていうことはやること見えてきますね。直角三角形の相似を利用して長さを求めていく。今ここの三角形 AED のここを丸、ここを×とします。丸と×を足した角度ってのは90度ですね。ということは、この三角形に注目してあげたら、これも直角三角形ですから、ここが×だったらここが丸。そしてここが×。こういう風にわかりますね。丸×90 度の直角三角形が揃ってる。こういう風にわかります。じゃあこの三角形、直角を挟む2辺の比ですね。これが2対3になってますから、この三角形でも90度を挟む2辺の比ですね。これが2対3になってます。ここの長さっていうのは2センチの3分の2ですね。っていうことで3分の4センチってわかります。ってことは、この全体の長方形の縦の長さ、4たす3分の4ですね。もちろん、こちらがもう同じ長さだから、EB の長さ、ここから3を引きます。3分の7センチメートルですね。ここが3分の7センチメートル。こういう風にわかりますね。そうすると、下の三角形についても、ここ2センチ、ここ2センチですよね。この三角形とこの三角形ってのは上でやったように、やはり相似形ですね。こことここの長さの比、ここ7対6だから、この三角形についても直角を挟む2辺の比ですね。7対6になります。ここの長さっていうのは2センチの7分の6倍。7分の12センチ。こういう風に出てきます。求めたい長さって FG の長さですね。4センチから今求めた7分の12。これを引いてあげたらいいです。7分の16センチメートル。こういう風に出すことができましたね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。